こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドラムソロの、ターム5番目ですね、E というやつです。E というのはどういうやつかというとですね、タート、トってやつですね。これ非常に裏拍がこう連続して、こう裏がトッとトッとって続いているんです。これシンコペの連鎖と僕は呼んでますが、こういう風にね、何回も弾き伸ばしてもいいんですが、これ2つ分やる。これね、ハイハット入れるとちょっと難しいです。ハイハットここに入るので、タード、チード、タード、チード。右手、右足、左足、右足。右手、右足、左足、右足。タード。ハイハット踏んでれると、タードと、このようにね、間、スペースを空けても全然平気です。シンコペーションしたままだから、話がずっとまだ終わらずに続いていくので、つなぎやすいですね。なので、このようにタートンとって練習をしてもらう。練習してもらえばいいかなと。まあ、変化としていろいろ考えましたが、ラフを入れる。あと、これですね。これ僕前、ターム X って紹介してるんですが、これはまあ、ターム E の変形だと思って、最後の音が、最初と最後が当たってるから、203円の裏になります。結構暴力的なフレーズなので、僕すごい好きでよく使う。タタートンとタートン。こんな感じで使うとかっこいいんじゃないかなと思います。というわけでですね、あとターム A になるんですけど、この最後のがシンコペーション連鎖じゃなくて最後着地しちゃう。コンファーメーションの、タンタタタタタラタチャンデララタタラタタドットっていうのは、タドン、ターム A で着地して、タドン、ドン、ウン、で、ダン、ダンっていうのは、ターム、アルファですね。タドン、ドン、ウン。っていうのが、一塊。これだけで2小節。これ2回やれば4バースになるんで、これは形で覚えておきましょう。なので、うん、っていうのと、この感じ。あとは、これ、裏拍は、このシンバル伴っても構わないです。なので、っていうのも、っていうのも、こういう風に伴っても構わないですね。シンコペーションはシンバルセットが非常に相性がいいので、こんな感じでやっていただければと思います。で、僕はこれをですね、まずはその、カラオケ、このカラオケがあるんで、これのカラオケに合わせて練習するときに、まずは1個目は、このもう基本形だけ、スペースいっぱい空けてやってみました。2個目はこの E の変形を使って、で、3、4はもうこの全部。この A っていうのが、このシンバル伴うと、これでもいいしね。で、タッと、これが音階を変えただけ。だからアルファにしてますが、こういうのですね。で、B が、これ片手でもいいんだけど、で、C っていうのと、まあ、この辺を全部組み合わせると、これ、ターム A から E までの組み合わせで、これまあ、世の中のジャズドラムのほとんどがこれで、もう、7割近くはこれで説明できるんではないかなって、古いね、スタイルの人がね、これで説明できるんではないかなって思うぐらい、もう基本形の方、これを変形させていくんですね。多分、もっとこう、B の時になったけど、っていうふうにロールに分けたりとか、これを裏拍から始めたりとか、ひっくり返したりとか、いろいろして、こう、現代的なものは、特にトニーなんかは、この基本形をこう、ものすごくいじる感じで、やっぱり、基本形をいじってるからすごくどっしりしてる。で、一応 E までですが、一応 F と G があります。F は、こういう、こうちょっと足のダブルが入ってくるので、ちょっと難しいんですけど、これフィリーがよく使うので、これ練習方法があって、まあ、ただ、ちょっと難しくて結構みんな混乱するんで、出さないようにします。メルマガの読者というか僕の、ネットアカデミーの方ですね、そちらの方では皆さんにちょっと、欲しい人にはお配りしようかなっていうふうに考えておりますので、まあ、興味のある方はメルマガで、メールで問い合わせていただければいいかなと思います。
それではですね、このように、まず E を最初使って E の変形を使って最後は全部を組み合わせてやるとまあもう本当に普通のジャズドラムソロに聞こえると思いますので、これを、最後いろんなやり方でちょっとやってみました。いやこんな感じで使えばいいんだっていうのが分かっていただければいいのかな、聞き流してもらえばいいかなと思いますので最後聞き流していただければと思います。それでは、聞いてください。ありがとうございました。